タイガー・ウッズ45イコール米国が2月に起こして重傷を負った交通事故について捜査当局は3月31日日本時間1日に原因が解明されたと発表した。詳細についてはプライバシーを理由に公表されていない。同日の米メディアが伝えた謝罪されたブラックボックスのデータの解析などで明らかになったという。ウッズは現地時間2月23日の午前7時ごろ、ロサンゼルス近郊で自動車を運転中に事故を起こし、足を複雑骨折するなどの重傷を負った。現在は自宅に戻ってリハビリをしている。